ロスメルスホルムでレベッカ・ウェスト役を演じます三浦東子です時代を越えて場所を越えて残ってきた作品に触れることそれ自体にとても学びのあることだなと思うので純粋にこの作品に関われることは自分にとって 意味のある貴重な体験になるんじゃないかなと思ってあのすごく嬉しく思いました実際今を生きている自分が読んでも考えさせられる部分だったりとか刺さる言葉の強さみたいなものを戯曲から感じたのであの繰り返したくさん読みたいなと思いますし読んでなんかこう自分の中で生まれてくる解釈みたいなものも楽しみだなっていうふうに今感じてます。そうですねすねごくく頭が良くて 全ての行動とか言葉の選び方にこう気を配っているこう整理しているように見える時もあればこう何かものすごくこう本能的でこう感情的に振る舞ってしまっているようにも見えるこうその二面性というのがなんか見る人によっては少しこう恐ろしく見えるような瞬間もある女性だと思うんですけど。 でもなんかそこに葛藤してるっていうことが私は人間的にとても誠実なように思えてなのでなんかそういうつかみきれない魅力みたいなものもあの感じていただきつつなんかこう人としてちゃんと魅力的にあの見えるように演じられたらなっていうふうに思いますもちろん何度も見させていただいていてあのご一緒できるのは本当に光栄ですなんか本当にいろんな作品こう時代もそれこそ 場所も違う作品たくさんやられていてい自分自身はその舞台での経験というのがたくさんあるわけではないので特に今回はステージの上にでの立ち方というか。 どういうふうに存在してどういうふうにこう立って体を動かしているのがその女性を表現する上で一番いいのかみたいなことをたくさんやられてきた栗山さんの目線で見ていただいて教えていただいてなんか自分も一番いいこう存在の仕方みたいなものをあの学べたらいいなっていうふうにはい思ってます。集中したたくなななななるるよよううそんなあの素敵な空間時間時を作れるように頑張りたいなと 思っていますロスメルスホルム劇場でお待ちしています。